こんにちは。お仕事図鑑、日本お仕事図鑑第4弾。今日はゲストハウスオーナーの昴生さんにインタビューしてみたいと思います。Hi there, this is how we work in Japan. So, like, first time today, I'm gonna have an interview with Kōsei さん, who's working at a guest house owner in Shizuoka Prefecture. Just give me a sec, I'm preparing now. これをこうして、これをこうして、こうでこうだ。こんばんは。まさに早いね、サムラン。You already came here. So, yeah. So now I'm gonna invite Kōsei さん to come here. えっと、準備をするので少々お待ちください。So meanwhile, you know, if you have any question to him, feel free to post the comments. I mean, post question via the comments or Q&A area. Please.始まりましたと、Yeah, he's not coming yet, so need to wait a little bit more second.ね、ゲストハウスのオーナーさんなんですって。まあ僕ももう行ったことあるんですけれども、ちょっとなので、そのゲストハウスのオーナーをしたい人や日本に旅行してみたい人、あとは彼の住んでいる静岡県について聞きたい人とか質問をするとちょうどいいんじゃないかなと思います。まだちょっと入ってきてないみたいなので少々待ちます。もう来てるかな。あ、来た来た、来てるようなので今誘いますね。はい、どうも、こんにちは。お、いったいったいった。あれ、ちょっと大丈夫大丈夫ですかあれ、もしかしてインスタライブ初めてですか初めてです。すごいすみません、慣れないことをさせてしまって申し訳ない。今日はよろしくお願いします。手で持っててもいいですし、どこかに固定してやったりしてもやりやすいんじゃないかなと思います。了解です。なんかどっか台に置くとかなんかあるかな。これだと横になっちゃいますよね。はい、あるかな、なければたったまあこの持ったままでも大丈夫ですと。はい、それでいけますか。まあ、大丈夫です。はい、今日は来てくれてありがとうございます。はい、もうかぶろうかな。いやいや、帽子かぶるとかぶるから帽子だけにキャラがかぶりますね。今日は、ウエストハウスにいるところですか、ツバメの宿に。今日は、自宅です。あ、自宅、駄菓子屋さんの方ですね。そうですね。はいはいはい、わかりました。ね、このライブでは僕が話すのは主に日本で働く人たちがどのようなお仕事をしていて、そしてどのようなことを考えているのかみたいな、その姿勢や内容について話を聞くっていうのを、メインのリスナーさんは、海外の人たちなので、 So just like this, sometimes I translate what you say and also what I say so that people here can understand what you're speaking about っていう感じで、ちょくちょく日本語、英語を交えながらやっていきます。はい、で、すでに質問もいくつか入っているんですけれども、まずはじゃあアイスブレイクで僕がちょっと準備した、でもう昴生さんにもちょっと説明していただいた、準備してもらったものからちょっと話したいと思います。自己紹介の前にこれっていうのもあれなんですけど、ちょっと先にどうですかね。ババン、好きなアニメ漫画は何ですか。 What's your favorite 漫画はアニメ。やっぱりね、アニメ好きの人たちがフォロワーに多いので、ちょっとここは外せないかなと思いました。そうですね、まあ、一番もうなんか世代的に一番好きなのはやっぱスラムダンクですかね。最近ね、僕今更って言われるかもしれないけど、今までちゃんと知ってはいたんですけど、
投資で読んだことがほぼほぼなかったんですよ。それでつい先月今月ぐらいに読んで、え、本当に面白いじゃんってなったところなんですよ。あ、やっぱりなんかそういうの、なんかね、ネタとしてはもちろん知ってるし、そのキャラクターも大体全員知ってるんですよ、うんうん、でもその流れを通して読んでないから、あ、何、桜木ってやっぱ天才、本当に天才なんだとか、ゴリも別に万能ではないんだなみたいな、ゴリですら成長するんだなみたいな、案外魚住ってかっこいいじゃんみたいな、ね、そういうね、そう、いやいや、そんな感じで、そう、 His favorite manga anime is Slam Dunk、 バスケットボール漫画ですね。え、なんでスラムダンクが好きなんですか？なんで、最初は なんだかな、こう普通にユーモアがあって、あ、まあ単純にこう、はい、ギャグっぽいところから始まるんだけど、なんか結構パーソナルな、はい、いろんなこう悩みとか、まあ、仲間にこう支えてもらうとか、なんかそういう背景がちゃんとあって、はい、なんか そこら辺すごい、まあ、リアルだなっていう、まあ、当時からずっと思うかな。うん、なるほど。え、じゃあ、favorite character は誰ですか？ Who's your favorite character from Slam Dunk？ 難しいなけど。難しいな。湘北でもない。ああ、そうですね。いやけど、結構、魚住とかは、ね、さっき話題に出たけど、魚住とかは、はい、いいな、ね。あのね、高校生でああやって自分の、なんだろうね、その底面を着飾らずにあれだけできるっていうのはとってもすごいキャラクターですよね。うん、本当だと思います。こんなことはこればっか話してもね、何か、そうなん、言われたもんね。今でも何か見たりとか読んだりとかはあります？最近、まあ結構ね、アニメいろいろあると思うけど。なん、継続して読んでるものとか、なんか単行本買い続けてるものっていうのは、はい、まあちょっと今 ないけど、なんか、昔の、なんか B 級みたいなものを、なんか嫁さんと、はい、こうブックオフとかに行っては、なんかこう、ちょっとした趣味なんですね、そのフルフフル漫画あさりみたいなね。So he sometimes like to go into the some second-hand bookstore and buy some old classic comics. 何か最近ありました？見つけてこれ面白いじゃんみたいな。ああ、そうだな。わかるかな。すごい、本当にギャグ漫画で、もう最後の方本当にダメになるんですけど。はい。エリートヤンキーサブロー。サブロー。サブロこれはね、見てる人は絶対分かんないだろうな、ヤンキーサブローなんてね。ヤンキー系が好きとかですか？なんかクローズとかワースとか。ああ、そうでもない。そうですね、まあ、そういうのも好きだし、嫁さんがどちらかというと、なんかそういう、なんかこう、しょうもないヤンキー漫画とか読みたい。はいはい、今日から俺はみたいな。ああ、そう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 。はいはいはい。なんかね、今だとアニメも、今これ見てる人、アニメ好きな人すごい多いんですけど、今のシーズンやってるアニメで、東京リベンジャーズっていう手があって、うん、あれもね、そのヤンキー系と、あとタイムリープものでね、うん、まあまあ、あれもなかなか面白いんじゃないかな、そういうのも、なるほど、なるほどね、わかりました。じゃあ、アイスブレイクとしてこれぐらいにして、はい。ではでは、次、ちゃんとした趣旨のお話で、お名前、もう一回ちょっと教えてほしいのと、出身、お名前と出身を教えてください。はい。大沢昴生です。昴生さんでいいですか？はい、昴生。はい。ご出身は？出身は、長崎県の壱岐っていう島です。島なんですね。今、ちょっとどんなところかって。行き、しま、あったあった。一木じゃなくて、これで行きって読むんですもんね。そうです。これは長崎の中でも、本当ちょっと、ね、すごいメインアイランドから離れたところにね、あるんですよね。ここで生まれ、育ちもってことですか？そうです。18、高校まで島にいました。島の男ですね。いいですね。これは、前にもちょっと僕は聞いたと思うんですけど、壱岐島って何が有名、どんなところですか？有名なのは、まあ、焼酎と、はい、牛、お肉、牛肉、
ブランドとしてはどんな名前の、イキビーフとか言うんですか？イシュー牛って言いますね。イシューっていう、へえ、イシュービーフっていう、なんか英語でイシューって言ったら問題があるみたいな感じ。まあでもそのいい意味でね、めっちゃ美味しいっていう。なるほど。He's from Island, Iki Island in a, これは長崎 Prefecture、に、ああ、で、今は逆にどこに住んでいるんでしたっけ？今は静岡県の、はい。かんばらという、地区、はいはい、静岡市のかんばらっていうとこですね。なるほど。もうちょっと上かな？こっちかな？もうちょっと上です。あ、そう。行き過ぎかな？そこの川の。はい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 、ここだ、ここだ。神原は何が有名ですか？ So now he's living in the Shizuoka Prefecture, so asking what's famous there. 神原は、東海道、まあ、旧東海道の宿場町なので、はい、古い、歴史ある町っていうところと、はい、あとは、桜エビだったり、東の毛節っていうのが有名です。なるほど。カンバラ is very old town and famous for the seafood such as shrimp and、ボニートか、ボニートフレークか、削り節、うん。なるほど。っていう感じなんですね。ありがとうございます。ちょっとね、試しにいただいた質問、今結構入ってるんで、面白そうなのここに表示してみますね。あ、じゃあまずこれ。見えますか？この下、もう共有してるのがこれ、画面の下に。どれね、お元気ですか？え、映らないですか？お元気ですかっていうのを今ね、映してるんですけど、これ見えないか？じゃあ、これどうだろう？ね、あ、今映った？あ、なんかいろいろ見えた、ね。今見えました、見えました。本当に？わかりました。じゃあ、ちょっとこれで今見えますか？はい、見えます。静岡県のおすすめなスポットをお願いします。What's favorite spot in 静岡 prefecture? そうですね。静岡県は、うん、富士山がある県なので、うん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 、富士山を、まあ、見れあのいろんなとこから見れるんですけど、なるほど、なるほど。こう、神原の海岸から朝日をあの見ながら富士山が見えるのは結構おすすめかなと思います。なるほどね。彼が多分今こういうことを聞いたのは、まあもちろんアニメも好きなんですけど、彼はインドの17歳の男の子で、好きなアニメがね、ゆるキャンなんですよ。ああ。うん、はい。だから静岡とか山梨のことも、いや、静岡山梨すごい有名なんですよ。もうやっぱアニメのおかげで。海外からも。あ、止まっちゃった。ゆるキャン効果すっごい強いですね。うん。だからそう、あると思うんですよね。神原近くのエリアとかでも、まさに本当に近いところで、その、ゆるキャンの中で映ったところとかって。今ちょっと電波届いてます？聞こえてるかな？少しプツプツ。少し待ちますね。みんなは聞こえてますか？ Is anybody, everybody can hear me? Is that my problem or maybe his problem? どうだろう？ Gonna wait for a sec. あ、ちょっと動きましたね。大丈夫かな？こっちが悪いかな？もしもーし。もしもーし。聞こえてますか？聞こえてるかな？聞こえてますか？もしもーし。少しだけ待ちましょうね。よかったらあれだな。4G?電波に変えた方がいいかもしれないですね。So I'm trying to ask him to change Wi-Fi setting so that he can listen. よかったら、4G 電波に変えてもらえますか？今これで聞こえますか？ 4G に変えてみては？ではなく、マサムネ、I mean Samaran, can you guys hear me now? Or other people, can you hear me? Or if it's my problem, I also need to change something for Wi-Fi. But yeah, I need to make sure. 聞こえてますかね？もしもし。Can you guys hear me? って嘘。うん、can you guys... Oh! ああ、いや、
じゃあ、ちょっと待ってる間によかったら、サンバランまた来る。Wanna come help me to talk about, what's curious about,静岡について。If you don't mind. How can I, あれ ?How can I invite here? これだよね。ああ、はいはいはい。違う人が来てるけどな。ちょっとこのサンバラン。ダメか。You can't hold now. OK. じゃあちょっと待っててね。今少し待ってるので、その間に。So yeah. So today I'm gonna have an interview with Kosei さん。Who's are like, 4G. 4G じゃないや。guest house owner living in Shizuoka. So if you have any question to him, yeah, feel free to ask anything. Yeah. Perfect. Yeah, think he's back now. おかえりなさい。あれ、もしもーし。もしもーし。あれ。はい。大ちょっ丈夫でとすあか？れ。今聞こえました。タイムラグがあるかな。ああ、なんか途切れちゃいますね。Wi-Fi じゃなくて 4G の方でやったらどうでしょう。変わらないですかね。今 4G でやってます。あ、なるほど。それでもあまり変わらないですか。まあ、ちょっと良くなったのかな。そうか。電波環境問題があるのはちょっと確認してなかったですね。その間に他の人はどんな質問があるかちょっと見てみましょうか。はいはい、昴生さん、本が好きですけど、何して祭りなんですか？この仕事にしようね。みんないい質問をもうすでに書いてありますね。ありがとうございます。じゃあね、戻ってきたら、ちょっといろいろ聞いてみよう。もし他にこの昴生さんに聞きたいことがある、直接話したいって人がいたら、You can raise your hand. If there's anybody who would like to talk to him in person, I'm gonna invite to yeah, this live so that you can talk with him or even with me as well. Yeah. まあね、もし電波が悪かったら、I think we're gonna reschedule to the other date. それもしょうがないですね。まあまあ。Shit happens. Yeah, things like this happens a lot. その場合は皆さんちょっとごめんね。我慢してね。はい、もしもし。もしもし。聞こえますか？今聞こえました。こっちはちょっと映ってないっすね。映ってないの？あ、そう。今、視聴者の人にも問題ないか聞いたら、僕の方は問題なく映っていて聞こえているらしくて、スピードテストもしたんですけど、そんなに電波遅くはなかったんですね。どうなんだろうな。もしかしたら、2人とも電波早いのに悪いってなったら、インスタグラムの問題かなとは思うんですけれども、電波ちょっと不安定だったりしますか？あ、ちょっと変な顔で止まっちゃった。少し待ちましょうね。最近インスタグラムちょっと調子悪い。Just asking. Do you guys also like see any problem Instagram these days? Like, especially on the IG live. That's what I feel though. Yeah, Sambaran can come now. どうでしょう。Instagram problem ですよね。そうだよね。That something cannot be helped. Let me check. Yeah. Oh, Sambaran. あれ？ちこんょっばんと、は。こんばんは、こんばんは。So you hear me well, and you see me well. 見えますね。じゃあ、なんだろうね。Maybe wrong with his Wi-Fi かな？ Yeah? そうかな。そうかもしれないですね。But yeah, by the way, 静岡のことは知ってましたよね。Of course, because you are. 静岡県のことって富士山が見える場所のことを知ってますけれど、街とか、あとそんな詳しい話が知らない。そっか。それについてちょっとじゃあ今日は聞けるといいね。例えばどんなことを知りたいの？なんか食べ物が知りたいとか、なんか自然が知りたいとか、お祭りが知りたいとか。それもいいですよね。知ってることは、キャンプ場とか、食べ物とか、
どんな食べ物があるとか、うん、そんなこと知ってますけれど、祭りとか、なるほどね、街とか、そんなこと全然知らない。なるほど。今ちょっともう一回呼んでみたから来るかな。来たら少し挨拶してみようか。はい。でも関西弁じゃなくて、標準語だよ。前どうって言っちゃダメだよ。昨日勉強したけど。うん。もし今日これダメだったら、今日はじゃあ、I can have an interview with an Indian boy, Indian guy, サバラック。いや、what are you doing? What's your job? はいはいはい。多分ね、インド人の人が、インドの社会人が、多分このライブにいっぱいあるんですよね。あ、そうですか。僕以外に、僕はまだ社会人じゃないけど、うんうん。あ、今入ってきた。どうでしょう、どうせ、コウセイさん、今どうですか？ちょっと時間つぶしに僕のフォロワーさんを話してたんですけど。あれ？なんかすごいカオスな感じ。やっぱ、サンバラン、you can hear me now, right? はい。でも、コウセイさん、ちょっとラグがあるのかな？ Maybe？ あ、止まっちゃった。多分、インターネットの問題ですよね。電波の問題ですね。これはちょっとね。うん、どうしてもこれ続くような、今日はしょうがないから、リスケジュールしかないかな。はい、ごめんね、せっかく来てくれたのに。うん、かな。最悪、リスケしましょうか。うん、OK。ちなみに、先生の、好きな祭りとかありますか？あ、いいですね。俺の好きなお祭りか。やっぱり僕は秋葉原のツアーガイドだから、神田のね、神田明神のお祭りが好きかな。ね、神田明神お祭り。神田明神って知ってる？あの、ラブライブの聖地ですよね。だって、いや、ラブライブが、最初の木から、見ませんから。あ、いや、見てないの？見てないのか。No, like, I just watched the first season. あ、そう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 、That's the one. うん。そうそう。これだった、これ秋葉原だよ。あ、こちら、じゃ、これは銀座だ、これは銀座だ。神田祭。ねえ。ですよね。すごいですよね。すごいっすね。すごいっすね。もう一回だけ、ちょっと今やってる間に、昴生さん呼んでみようね。来るか、うん、来るかな。ほら、これ秋葉原だよ。いいか。マジ？マジマジ。これ秋葉原のメインストリート、秋葉原。うん、やばいよね。いやー、でももうね、We can't expect things like this anymore, you know,、うん、like after COVID. Even after COVID, 難しいよね。うん。でも、ウイルスがいなくなったから、その後でそんなものがいいんですよね。ちなみに、先生も参加したことありますか？これはね、あのね、I just went to see, not like, you know, bringing this, この、これ。I didn't do this. Just went to see. 見に行っただけですね。なるほど。ですね、ですね。どれどれ。インバイ。いやー、結構今、ずっと、お誘いしてるんだけど、コウセさん入れないかな。入れなかったら、今日は、もうこれしょうがないな。そしたら、ちょっとこの回の趣旨を変えて、そのサンバランとお話しする会にしようか。なるほど、なるほど。あ、なんかね、he's saying that his smartphone like working too hard, like it's getting really overheat, so doesn't really work. Yeah, fast. The Wi-Fi's yeah speed test, yeah, it's doing good. Nothing wrong with it. まあ、その場合はしょうがないな。Just making sure this Instagram live is not be down, cannot be down using PC, only smartphone, right? はい。そうなんですよね。はい、そうそうそう、それが問題ですね。Instagram はちょっと変ですよね。そんなところで、パソコンが使えないとか。そうだね、そうだね。Discord だったらこんな簡単に使えるんだけどね。はい。ちなみに、インドでは、インスタグラムみたいなアプリが結構あるよね。なんかディスポじゃなくて、なんかあるよね。なんかあったね。はい、ね、Twitch とか、そんなものがあるけれど、他のやつが、
試したことないから、うんうん、なるほどね。じゃあね、今日はそしたら、うん、まあその高生さん来るなら始めるけども、それまで誰か他の人たちも、いや、そう、we change the topic today, so yeah, join us anytime, so yeah, maybe I'm gonna play some board game or something and I have a chitchat. 何か話したことはありますか？ Let's say, yeah, Sanbaran, what do you like to do today? I have a time. そうですよね。うん、どうぞ。今期のアニメはどうでした？今期のアニメはどうですかと。はいはいはい。今期のアニメはね、今のところ面白いな、やっぱり。まあ、ビビと、86と、あとなんだっけ。あとね、あれまだ見てないんで、スライム倒して300年。面白くなってますか？あ、はい、それってと面白いですよ。うん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 。結構面白いですよ。あれは結構コメディなのか、それともシリアスなのか、どっちな感じか。うん、あ、コメディですよ。なるほど、なるほど。うん、ちょっと待って、今ちょっと返信するね、昴生さんに。PC じゃ、ライブできないんですよね。うん、うん、うん。OK。ちなみに、古木先生って、今やと、どこにいますか？今はね、あ、そう、俺実家に帰ってきたの、今。埼玉の実家ですよ。うん、うん。うん、うん。ちょっと、家のツアーでも大丈夫ですか？家のツアーやってもいいけどね。I can only sleep in my very messy room here. あ、それって、普通ですよね。普通の、はい、とっても汚い部屋ですね。ああ、nothing, nothing. いやいや、そんなに珍しいものはないですね。はい、出せ。そう。はい。で、ガツ。ガツは、maybe, should I call you anime 先生。ガツでいい？ Is your name ガツ？ガツは大丈夫。大丈夫。はい、はい、はい。ガツは元気？あ、ありがとうございます。はい、はい、はい。いいですね。Maybe, let me have a last try to connect with コウセさん now here. 聞こえますか？あ、聞こえます。あ、すごい。すごい。大丈夫。はい。スマホが熱くなっちゃってたんですかね。なんか、みたいですね。ちょっと、はい、あんまり新しくないから。あ、そっかそっか。いや、まあ、それ思いもしなかったけど、今ちょっとね、曲の間に、その、お茶濁しで、そのリスナーの人たちと、サンバラ、ちょっとよかったら自己紹介してみて、その勉強した日本語で、どうぞ。はい。こんばんは、サンバランです。出身は、インドです。何歳それですね。私は18歳になった。18歳だって、すごい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ガツもお願いします。ガツもお願いします。私のディスコードの中の名はガツですけど、私の名は、ちょっと難しいですね。ディーラジです。私は22歳です。そして、私は大学生です。おお。大学生、はい、じゃあこのノリでコウセさんも質問がある。コウセさん、あ、どうぞ、質問があるってどうぞ。コウセさんは本が好きですか？本 books あ、はい、本、はい、Do you like books a lot? あ、そうですね、本よりも雑誌が好きです。マガジンが好きになって、マガジン、そうです、ね、ですよね。どんな雑誌が好きなんですか？音楽だったり、インテリアだったり、旅行だったり、はいはいはい、ミュージック、トラベルとか、なるほど、そういうのが好きなんですね。わかった、ありがとうございます。Okay, so the Sanbaran, one more question from the Sanbaran, どうぞ、go ahead.はい、ちなみに、この仕事の、一番大好きなところは、He doesn't really explain about his job yet, so that's something I was gonna ask later. 後で聞きます、それ。ありがとう。good question, though. ありがとうね。じゃあ、どうしようか。じゃあ、when I need your help, can you please come back here? Like, meanwhile, please, you know, leave for a while.
ありがとうね。はい。ガッツも。ありがとうございます。ありがとう。いやゆきくんごめん。いいえ、大丈夫ですよ。こういうアメラはありがちだけど、みんな結構ね、ヘルプしてくれるから。はい。すごい、ね。そうなんですよ。ね、みんな10代ぐらいの、今の18歳のこと、22歳のことね。そういう子がみんな日本語を勉強したいってくるんですよ。すごいですね。嬉しいですね。ということで、じゃあ、本筋のお仕事に移りましょう。昴生さんのお仕事は何ですか、はい、まず、どんなお仕事をしていますか。はい、僕の仕事は、ホステル、ゲストハウスですね。静岡のホステル、ゲストハウスのオーナーさんですね。はい。なるほど、なるほど。どんな仕事ですかっていうのもあれだな。それは、昴生さんが作ったゲストハウスですか？それとも管理だけしているゲストハウスですか？僕が作ったゲストハウスです。へえ、すごい。So he built and also he owns, he does everything pretty much about that, このゲストハウス located in 静岡、神原。へえ、今ちょっとね、どこだっけな。これか。今、this is his Instagram account. この、the play, どれが一番いいかな。関係ないやついっぱい、ハイライトとかにはまとめてないですかね。ないか。あ、そうですね。なんかそこら辺勉強しないといけない。大丈夫です、大丈夫です。ね、じゃあこっちの方がいいかな。さっきねあれで出したんだよな。そう、これ。バックパッカーズホステルツバメの宿。これ冷蔵庫の写真見せてもな。はい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 、そう、こういうゲストハウスなんですよね。はい。見た目が結構古い家のようで新しいところもあるんですけど、これって古いお家をリノベーションして作ったゲストハウスなんですか？そうです、古い、あのお家を骨組みだけにして、はい、はい、作り直しました。もともとの家は何歳の家ですか？ここ僕が使っているところのもともとの家はだいたい40歳ぐらいです。40歳の家を作り変えた。もっとてっきり築100年とかそういうのかなとか、別にそこまでってわけではないんですね。その40年前は、築100何十年の、はい、米蔵だったらしいです。へえ、すごいですね。今って静岡、神原に限らず、日本のいろんなところにそういう古い家ってたくさんありますよね。ありますね、たくさんあります。たくさんあるだけで誰も住んでないんですよね。そういうところがたくさん。So we're talking about like how the accommodation houses situation happening in Japan because.That he just said his guest house he's owning, which supposed to be used to be just some old house, kind of like 40 to 50 years old before. But yeah, we appreciate that in Japan there's a bunch more houses all over Japan, and they're not taken by anybody. They just be there, you know, at this rate, you know, there's nothing to do. So, そういうお家を活用してゲストハウスにしているっていうことですね。はい、そういう。なるほど、なるほどね。本当、古民家とか、あとは古い家たくさんあるけども、新しい家なんか建てなくてもねえって思っちゃいますよね。本当に。なるほど。So let's say somebody or anybody else, you know, if you want to come visit to Japan and live in Japan, if you are not picky, let's say if you come visit Kanbara, you see bunch ofhouses which is not taken, it's really good deal, cheap, just old, could be some dirty, but if you take care of them, yeah, it's cozy な、とっても comfortable なので、そういう使い方もみんなしてほしいですよね。高級高層マンションに住むだけじゃないですよね。そうですね。なるほど、ありがとうございます。じゃあね、ちょっと他の人の質問何かあれば
あ、静岡の、そうそう、これが途中で多分答えられてなかったと思うんですけれども。はい。おすすめなスポット。Oh, what kind of spot do you recommend in Shizuoka Prefecture? Shizuoka は、お茶が有名なので、はい、お茶、茶畑とか、はい、慣れない景色なんじゃないかなと思います。なるほど。結構案外ね、日本人見慣れてるようで、こういうのって海外行くと全然なかったりしますよね。いわゆるその茶畑と、この富士山の、今ちょっと写真に感じのがあった。こういう光景ですよね、いわば。ああ、そうですね。そう。In Shizuoka Prefecture, there's so many places like this with Mount Fuji and この tea leaf の tea orchard とか tea なんだ、畑、cropping place、まあまあ、tea farm 的なところが、green tea farm がたくさんあるんですね。っていうところがおすすめスポットですかね。そうですね、静岡らしい象徴的な、確かにね、そうだと思います。ありがとうございます。今の感じでとりあえず大丈夫そうですか？その今の感じで質問を聞いてるけど、この調子で進めていって大丈夫ですか？大丈夫です。はい、ありがとうございます。一旦じゃあちょっと駆け足でやりましょうか。ちょっとハプニングもあったから。なさいね。全然気にしないです。じゃあね、そのゲストハウス運営のお仕事ですけれども、いつからその仕事をしていますか？ How long have you been working there? まずそちらから。去年の、2月に、明けた。去年の2月から始めたばかりですか？つまりまだ1年経ってないってことですか？あ、いや、1年と4ヶ月ぐらい。あ、そっか。去年の2月でそういうことか。はい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 、はい。うん、へえ、そう、this guest house here is new just like 1.5 years. なるほど。すごい。でも、ずっとその仕事をしてたわけではないんですよね。ちなみに、この仕事の前は何をしていたんでしたっけ？この仕事の前は、それこそリフォームとかリノベーションの、はい、はい、建築をやってました。なるほど、なるほど。Like, なるほど。じゃあそこで経験を積んで、はい、So he practiced and improved his skills at the reforming and the renovation of houses. Then now he got actual place to do that, to use that skills. なるほど。ちなみに、by the way, その前何をしてたんでしたっけ？そのリフォーム、リノベーションのさらに前。その前は、CD ショップで働いてました。レコードショップで。多分タワーレコードって知ってる人結構いると思うんですよ。アニメとかで出てくるから。So he also used to work in that like CD store called タワーレコード。なるほど、なるほど。そこと建築って結構全然違うと思うんですけれども、その音楽業界、ミュージックインダストリーからいきなりこの建築業界、そのデベロップメントじゃなくてアーキテクチャーインダストリーにチェンジング、変えたきっかけって何かありますか？うん、きっかけは、もう今、ね、CD がもともと売れなくなってしまう、はい、しまってる世の中変わってきたので、はい、仕事は好きだったけど、ちょっとこう、この先どうなるのかなっていう不安だったりとか、なるほど、あとはその家族、転勤があったので、家族のことも考えて、はい、うん、まあ、タイミング的に。どうしようかなっていうのが、まあ、ちょうどそれが2つが重なったっていうところが、まあ、大きなきっかけですね。で、なるほど、建築に飛び込んだ理由は、さっき雑誌の話があったんですけど、はい、もともとそういう建物とかインテリアとかが好きで、そうなんですね、そういったのをなんか役に立てたらいいなって思ったからですかね。なるほど。So,、うん、he used to work in the music industry and he still likes music and selling CD, but as you guys know, most people doesn't really knowCD, actual CD anymore, more like streaming and downloading. So yeah, you know, it's not really possible in that in that industry. So instead, he used to like the designing というか、そのマガジンとかインテリアとかの雑誌が好きだったから、そういうことを he just wanted to try something, start something like that. ってことをしたかったということですね。はい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 。なるほど、なるほどね。はい、何か、じゃあここで、さっきサンバランに
これまだ早いよって言ったこの質問、この仕事の一番いいところは何ですか？そのゲストハウスを運営していて、あるいはそのゲストハウスを作ったりしていて、一番楽しいな、いいなと思うことって何ですか？一番楽しいことは、本当に、はい、日本中だったり世界中に友達がたくさんできることですね。それはさ、もう本当そう、僕もつながりでやってて思うんですけども、そう、yeah, what he said is that the most fun part to doing this job is a, by doing this, you, he can make every, like, bunch of the friends all the world, from all the world, let's say, literally, you know, like America or India or everybody, everywhere. それが楽しいですよね。なるほど、なるほど。他にも何かあったりするんですか？それとも、まずはこれ、はい。あとは、そうですね。うんうん、まずはそれなのと、あとは、いろんな、知らないことを知れるというか、話ができて、なんかこういろんなこう価値観を知れるっていうのが一、まあ、僕は結構、好きですね。今まで知らなかったことを知れる、本当にみんないろんな考え方がありますもんね。そうですね、うん、本当に。He says no only それが本当に日々の会話がすごい楽しい。そう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 。So by doing this job, he can meet, he can tell, he can learn so many new ideas from, you know, just like you guys. And everybody has a different point of view and different situation, different, ね、いろんなものが、それが知れるということですね。うん、ありがとうございます、サンバラン for your question. 何か、ああ、なんか、あ、なんかすごい、すごいスペシフィックな、すごい具体的な質問が来たんですけども、昴生さんの、その宿に泊まった場合、チェックアウトの際に何か特別なお土産とかってもらえたりするんですかって。ああ。こんな質問が来ると思ってなかったですね。そうです。どうでしょう。まあ、ちょっと在庫数とかもあるんですけど、今はお茶、静岡の緑茶をあげてたりとか、はい。はい、あとは、はい、僕、その、ツバメっていうものをこうメインでやってるので、そのツバメの形した、はい、次使えるチケットみたいなのを渡してて。なるほど、なるほど。で、ツバメを持って帰って、また持ってくるに、ツバメのこう修正みたいな形と同じような。なるほど、なるほど。So,、はい、the first thing he gives, he might give is a, like Japanese Shizuoka green tea, because as he said, Shizuoka Prefecture is famous for the green tea, and also she issues the some point ticket so that he can, you can use next time you come visit.Yeah, when to come back. なるほど。ありがとう。こんな質問があると思いませんでしたね。で、徐々にまたちょっと重くなってきた。これは、スマホがヒートアップしてきたって感じですかね。熱い。スマホが。熱いですかね。大丈夫かな。いや、ま、とりあえずそうです。大丈夫かな。もうちょっと頑張ってみましょうか。はい。はい、大丈夫。じゃあね、じゃあね、はい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 、はい、今じゃあその楽しかったことっていうのを聞いたんですけども、逆にその、はい、この仕事をしていて難しいと感じたこと、うん、あるいは苦労したこと、うん、What would be the something difficult stuff to do in this job or is there anything which makes you struggle to do? 何かそういうストーリーってありますか？難しいと思ったこと、苦労したこと。あ、そうですね。一番、まあ、これ結構生々しいところになっちゃう。おー、はいはいはい。まず一つが、拘束時間が長いっていうところ。はい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 。なるほど。待ってる時間っていうのが結構あったりするので。そうですよね。そうですよね。なので、人がいて会ってるときは全然いいんですけど、ただ待ってるときは結構 しんどいなって思います。So first thing he say is that to do this job, since you know, people like the customers have to check in and some guests, actually many guests tend to being late. So
meanwhile, he does need to wait. So he's saying that, so most of the time he work, he has to wait, which means he needs to spend a bunch of time what he does. それがちょっと大変。僕はちなみにそういうのが結構嫌いなので、待ってるのが確かにね、嫌かもしれないですね。うん、っていうのが一つと。はい。はい。一つは、プライシングです。プライシング、価格ですね。その具体的にそれがどう苦労するということですか？もともと、ホテル業界というか、その宿泊業界って、ハイシーズンとローシーズンが大きくあったりするので、はい、あれだね、うん、なので、その価格を、そのこの時は繁忙期で高くする、この時は、うんうんうん、はい、いわゆる適正価格の見極めが難しいということですかね。そういうことですね。なるほど、なるほど。Second point he said is that it's really difficult to pricing that the accommodation fee because, you know,As you know, like Japan, like basically speaking, the high season, let's say something like the Sakura, cherry blossom season, or low season. Low season っていつになるんですかね、ちなみに。やっぱり、1月、2月ぐらいが一番少ないのかなと思います。そうなんだ。Low season says actually January, February, something like that. At that time, it would be the low season, so the fee...should be kind of getting down cheaper than that. So what he says is really difficult to say appropriate the proper price. Otherwise, you know, 競合にその competitors, you know, gonna take his customer. There's not many customers come to him. その競合ね、たま来ないとか安いとか高いとかありますよね。そうですね。なので、なんかこう、結局自分のいいねみたいなところがあって、これを、はい、損をしない、はい、けど、この価格が自分にとってこう、いいんだって思う価格にこう、だんだん寄せていかないといけないと思うんですけど。なるほど。自分が納得できる価格に寄せていかないといけないと。いけない。なので、僕はあまりこうシーズンで値段を変えなくて、はい、極力ほぼ均一でやってるんですけど、なるほど、なるほど、うん、それを、みんなが理解してくれるかどうかとかっていうのは、なんかこう時間が解決することだったりするので、なるほど、なるほど。ちょっとそこについて個人的な興味の質問になるんですけれども、僕はそのプライシングって、僕ももちろん大切だと思うんですけれども、あまり個人的にはその、安売り、そのお客さんのためを考えて値段を安くするっていうのはあまり賛同しかねるタイプなんですよ。安くしたからいいっていうのはまた違うなって思うんですけれども、そこについて厚生さんの考え意見って何かありますか？そうですね、本当にゆうきくんの言う通りで、はい、なんか安いことってあまりこう、結果お客さんも、自分、やってる側もなんか最終的に満足度ってお互いにあまり高くなくなっちゃうんですよね。そうですよね、なのでやっぱり迷うけどこのくらいっていう思えるなんかそこがなんかちょっとこう手の届くちょっとギリギリの上みたいなところがなんか一番気持ちいいお互いに気持ちいいのかなと思うんで、このつもりで頑張ろうと。なるほど、なるほど。So what I said is, to me, because I'm also hosting the tour guides, not accommodation, every time what I pricing, I don't really want to make it too cheap, because if I set cheap price, customer doesn't really satisfied, even though it's easily people can book my tour, but what they can get from this cheap tour is also really cheap.Contents of cheap tour. So compared to that, I'd rather price more better price, appropriate price. That way, both me and you guys, you guys also can enjoy the tour. The same thing goes to his guest house as well. その安くすればいいというわけじゃなくて、お互いが楽しむためにも、やっぱりそのちょうどいい価格っていうのが、プライシングが大切ということですね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、またちょっといくつか質問が入ってるんで、何かいいのが、あれば、あれば。このね、
さっきからこのガッツさんね、面白い質問結構聞いてるんですけど、この昴生さんのビジネスは家族経営ですかって気になるんだ。家族経営というよりは、家族はまだ全然手伝ってくれてないんで、僕本当に一人でやってますね。もう he's running by himself, you know, like one man running ですね。なるほど、なるほど。なんかやってんのかな、この子は。さっき22歳の学生って言ったけども、すごいなんかビジネス目線が強いから。Do you actually thinking about you building opening from this house? That's like him. Then maybe you should ask more questions, yeah. なるほどね。そんな感じかな、そんな感じかな。 OK, OK, OK. はい、じゃあちょっと質問、僕の方が何か。これどうだろう。今までその運営を、そのお客さん、いろんな人をね、ホストしてきたと思うんですけれども、その中で、なんかすごい面白かったハプニングというか、こんなこと本当にあるんだ、みたいな面白いエピソードってありますか？ Is there any hilarious moment that you met?Like, while you running the guest house. これごめんなさいね。全然もともと聞いてなかった質問なんですけど、ちょっと思いついちゃった。そうですね。これこう、感覚と、あとその楽しみ方って結構人それぞれだなって思ったりするところがあって、はい。ドイツ人の女性の方が来たときに、はい。近くの、文化施設を案内したんですよ。なるほど。文化施設というと、それは美術館とかではなくて、市が、一応市の建物で、有形文化財になっているような古い建物。なるほど、なるほどね。そのはい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 。で、そこを守っている NPO のおばあちゃんたちがたくさんいるんですよね。なるほど。そこに、その、どの、ドイツの子って言いましたっけ？はい、ドイツの、はい、女性が、はい、なんかどういうとこに、なんかこの辺散歩に行くんだけど何かありますかって聞かれて、そこをこうアテンドしたんですよ。なるほど、うん、で、おばあちゃんたちは英語とか、まあ、当然ドイツ語とか話せないので、まあね、ですよね、うん、もうなんか3人がかりでなんか必死に、なんかこういろいろガイドして、こう日本語とも身振り手振りを交えてやったらしいんですよね。ああ、3人のプライベートツアーガイドをゲットしたと、おばあちゃんの。おばあちゃんの、うん、はい。で、帰ってきてから聞いたのが、何言ってるかさっぱり分かんなかったけど、うん、めちゃくちゃ楽しくてて。へえ、そこから。あ、先にちょっと締めちゃってください。ちょっと僕もいろいろ聞いて思ったんですけど、先にその今の話を、はい、はい、言ってて。いや、そう。で、その、彼女が言うには、はい、そもそも日本語がほとんど分かんない、まあ、英語を話してくれる人だったら助かるぐらいな感じだったけど、そうですよね。うん、おばあちゃんが、その場所をいかにこう、好きで、いるのかがすごい伝わってきたっていう話をしてくれて、なるほどね。それはなんか すごい、わあそうなんだと思って、ね、それを本当におば、はい、その翌日おばあちゃんたちのところに行って、はい、めっちゃ褒めてましたって言って散々言って、それはおばあちゃんも嬉しいし、昴生さんも嬉しいですよね。そういう風に感じてくれたら。なるほど。So what he's, なるほど。So let me translate. So what he said is once he had, yeah, one of the guests from the Germany women. So she went to some museum place, a local place. But of course, this is kind of local, rural places in Shizuoka. So not many people, none of them can speak, you know, Germany nor English. But yeah, somehow,when she get visited there, like some local grandmas, grannies there, like three of them helped her a lot. Though she couldn't understand, also they couldn't speak in English, of course not. But still, she say it was really enjoyable because she could see how much the people, the local people loves about these local places, Shizuoka. So
that Germany women could see their enthusiasm, passion, enthusiasm for this Kanban place. それがとってもね、面白い、楽しいとか、意外ですね。まあなんだろう、考えてみたら当たり前なんだけれども、それを海外の人も同じような感度で、その、例えば美味しいものを食べるのももちろんいいし、綺麗なものも見るのもいいんだけれども、その人がどれだけ熱意を持ってその場所を思っているかっていうのを目にできるっていうのはとってもいいことですよね。うん、そうですね。なるほど、なるほど。そう。で、その人の中でもきっと思い出に残ると思うんですよね。その日本語がまあできないなりに行った先で、とってもみんなが優しくしてくれたっていう、そのお話はね。うん。だと思います。はい、ありがとうございます。はい。今、これコメント見えてるんですけど、これサンバランの、これ何なんだろう？将来にビジネスが変わりますかって、これどういう意味なんだろう？将来やること内容変わる予定があるとか、そういうことなのかな？だとしたらどうです？なんか、これからもこのゲストハウス運営を続けていくつもりですか？それとも何か形をね、対応変えて何かそういうプランがあるみたいな。多分これって、どうぞ、先どうぞ。ああ、そうですね。ゲストハウス自体はもうあの好きなのでずっと続けたいなと思ってますけど、はい。はい、僕にとってはそのゲストハウスって結構ツールとして使ってたりするので、はい、うん、この、使ってる、ゲストハウスっていうものをまた使って、まあ、そういう場所を使ったり、そういうそこに来てくれる人たちをうまくこう使うというか、まあ、あの利用しながらというか、別の事業っていうのはなんか考えてたりはしますね。うん、なるほど、なるほど。今のこのツバメの宿っていう実際の場所を生かして、そこから何か新しい価格変化であったり、その仕事が生まれたとか、いわゆるプラットフォーム、コミュニティとしてのその機能がもっともっと盛んになればいいかなっていう、はい、ね。それって多分これも今の目標、夢とも結構つながる、直結するような答えになりますかね。そうですね。なるほど。わかりました。ありがとうございます。どうしようかな。30分じゃない、1時間がほぼほぼもうすぐ経とうとしていて、僕の準備していた質問全部聞くとね、多分それ全部なくなっちゃうんで、せっかくだから、最後ね、他の人からいただいた質問を答えたり、あとは、ちょっとよかったらさっきのたちもう一回呼んで、ちょっと感想を聞いてみようと思うんですけど、それでもいいですかね。あ、大丈夫です。僕、時間大丈夫なんで。あ、本当に？ありがとうございます。じゃあ、もうちょっとだけ。あ、じゃあ、これとかで聞きたい。あ、ごめんなさい。ちょっとうるさかった。静岡の天気ってどうですか？季節が悔しい？なんだ？季節が悔しい？ワルビンバイリーサマラン。季節が悔しいですか？まあ、いや、例えばじゃあ、天気はどうでしょう？静岡のお天気は、気候ですかね？うん、1年通して、うんうん、そうですね、すごい穏やかですね。あの、はいはい、暖かい、冬は雪が降らないので、過ごしやすいです。なるほど。東京と比べてどうですか？ちょっと寒い暑いとかで言うと、気温、まあ、平均的な気温はあまり変わらないのかもしれないですけど、東京みたいに、はい、東京ほど雪も降らなくて、なるほど、本当に東京よりも暖かい、うん、雪、そう、東京よりも暖かいですね、うん、雪が降るってことはまずないですね。なるほど、なるほど。彼が聞きたかったのは、その季節厳しいですかみたいな、すごい暑すぎたり寒すぎたりしますかみたいなことだった。そうではないってことです。静岡強い関東北って言って、 in summer it's not too hot, in the winter it's not too cold, and they don't really, you know, like snows much.だから、とっても cozy, comfortable, yeah, good choice to live だと思いますね。うんうんうん、ちょっとインドっぽいですねってサンバランは言ってるけど、どうなんだろうこれ。僕、インド行ったことないから分かんないな。行ったことあります？行ったことないな。そっかそっか。ないです。弟はあります。あ、そうなんですか。はい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 。なるほど、なるほど。あ、これ、まあ、なんかね、この子ね、さっきからすごい具体的な質問ばっか聞いてくるんですけど、コロナ後の昴生さんのそのビジネスアイディアについて。コロナ後、どういう展開をしていった？
はい。ああ、そうですね。お客さんが戻ってきたりすると思うんですよ、他の訪日外国人の人もね。うん。そうですね。一つは、そもそも僕がいるところって全然観光地じゃない、ないんですよね。前に話したね。うん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 。でけど別に観光地にしたいわけではないんですけど、したいわけではない、町のしたいわけじゃないんですね。町のことをもうちょっとこう、うん、あの知ってもらったり見てもらったり、なんか楽しんでもらえることがもっと増えるといいなとは思っているので、はい、うん、だから町の中の、に興味を持ってもらえる仕掛けだったりとか、滞在時間が長くなるような工夫みたいなのはずっとやりたいなって思っていることが一つ、うん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 、もう一つは、うんうんうん、これゆうきくんにもそうだなって思ってたけど、はい、小学生とか中学生と、はい、泊まってくれる、まあ、宿泊のゲストの皆さんと、はいはい、なんかこう交流できるようなことをずっとやりたいなと思っていて、なるほど、それが、はい、教育的な、まあ、教育っていうとちょっと大げさなんですけど、コミュニケーションの部分として英語を活用してなんかこうワークショップをやるとか、うん、ローカルとつなげるってことですね。ゲストとローカルをなんかこうつなぎながら、でそれがその学ぶとか楽しむとか、なんかそういうこうことを介しながらつながっていくっていうことができるといいなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。So, let me translate. So, what he said is a... So, first of all, the camera in Shizuoka Prefecture is not reallykanko, travel wise places. So not many people, even before the COVID, doesn't really come, like compared to Tokyo or Kyoto. But, you know, he's kind of trying to attract more people to come. To do that, he needs to find some more, like, なんだろう、面白い experience, the interesting experience とか、like some local, yeah, things to do so that he can gather more people from, you know, like from the overseas.And the other idea is that he really wants to connect the local people who lives in Kanbara, Shizuoka, and people just like you guys coming from, you know, the other country. That, so that, you know, maybe like on the one hand, that the, for example, that the 小学生, the students here can like guide the people coming to this place とか、Like on the other hand, yeah, Tokyo って有名ですね。そうですね。そうそうそう。な感じで、so that he wants to, promote more communication between the local people and guests from the overseas. そういう活動をもっと活性化させていくと面白くなりそうですね。はい。そっかそっかそっか。わかりました。ちょっとじゃあ、せっかくだから、サンバラン and at theGuts, do you also wanna come visit here to say, have any question, or maybe just for saying thank you to yeah, them? Or is it anybody else who's, you know, who has some any opinion that the words to ask him question, or, you know, have any opinion to him? Yeah, feel free to raise your hand. So, so, 最近英語使ってなかったでしょ、コウセイさん。本当に。すごいなと思って、ね、ちょっとあ、私のビジネスの質問ってごめんなさいね、たくさんですね、ちょっとビジネスの質問多かった、変換するトランスライするっていうのがすごいなと思って、うん、ありがとうございます。今これガッツさんが右下の人がね、そのあんまりビジネス流の質問ばっかしてごめんなさいって言ってますね。があるから、let him wait till he says something, because, you know, he's kind of got... はい、はい、わかりました。うん。he's dying. 聞こえるかな？あれ？ちなみに、あ、いいですよ、go ahead. いやいや、いや、サンバラなんですか？あ、はい、それって質問は、今までで一番面白いところはどうでした？それは面白い、interesting things to have, or interesting event, something happened, or...
はい、そうみたい、今のは、ドイツの方が、ちょっと道が迷ったみたいな、うん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 、そんな、みたいな話とか、もっとありますか？ああ、そういう面白い話が。でも、どうだ、聞こえるかな、うん、聞こえるかな、昴生さん。多分、そうです。電波が悪いですよね。そう、さっき話してくれたドイツの女の子の話みたいに、はい、他にも、なんかそのやってて面白かったなって思うエピソードはありますかって、左下のサンバラン君、フロムインド、18歳が聞いてます。聞いてます。聞いてます。いいね。もしね、あれだったら後でね、聞いてメッセージで返すね。でも、この後で、遅くないんですか？あ、この時間今9時半ですね。僕は朝早いからちょっと遅いけど、まあしょうがない、大丈夫です、そこは。こっちもね、朝早いと。そうなんですよ。OK、OK。最近で続いた朝早いが、始めたから、ちょっと大変でした、初めてなので、ちょっと大変でした。あ、そっかそっか。ガッツはどうですか？静岡のこと前から知ってた？あれ、なんか今ガスが喋れてない。ミュート、ミュート。聞いてますね。あ、今聞こえます。I can hear you now. Okay, I've heard about Shizuoka before in anime and other places, but not really. どうでした？今日の話を聞いてみて。What did you feel about it, 静岡？とても面白いですよ。ゲストハウスは大事ですね。トリップにとって、私は、そう思う。聞こえますかな？うん、僕、聞こえてますよ。ガスの声は聞こえてます。大丈夫、ありがとう。なるほどね。わかりました。あ、アイコンになっちゃった。ああ、こういうこともできるんだ。あるのだ。声が戻ってきた。あ、声が戻ってきた。あ、これをしたらよかったのか。あ、そっかそっか。重い、そういうことか。こっちがちょっとか。こうしたらよかったんですね。じゃあ、もし次から参考になったらありがとうございます。重かったら、このカメラマークを押したんですよね。あ、そうです、そうです。自分の画面が消えるけど、カメラマークって話せるってことですか？これですね、これ。これ、これ、これ、これ。ミュートマークの隣ですね。Like、next to mic mark。next to microphone mark。いろんなあれがあったね。この、こういうのがあったりとか、こういうのがあったりとか、はい、こういうのがあったりとか。これめっちゃキモいな。これめっちゃキモい。これやばいですね。あれだな、あるんですね。はい。まあ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 、そんな感じでちょっとさっきの話に戻ると、さっきサンバラ君が聞いた、はい、他になんか面白い話とかあったら聞きたいって、そのドイツの女の子みたいな感じで。サイクリストの話なんですけど、はい、自転車の、はい。カナダから日本に自転車をちゃんと積んで持ってきて、はい、日本を一周してる、カナダ人ね。うん、すごい。すごい面白い人だったんですけど、はいはい。その時僕自転車の乗ってなくて、うんうんうん、今自転車たまに乗ってるんですけど、おその長距離自転車乗るときって結構ケツ痛くなるんですよね。わかる。お尻が痛くなるの。Do Guts さん or Samara さん、 Maybe you also like bicycle, the cycling, no? あ、いや、あんまり好きじゃない。あんまり好きじゃないの。前には結構に行ったけれど、今バイクに乗ってます。今バイクに乗るからか。ガッツはどうですか？ガッツは You like bicycle? あ、聞こえない。 I cannot hear you. 今はどう？私の今聞こえます。私はバイスクルは大好きです。おう、でも今この昴生さんが言ったのは、自転車好きなんだけども乗るようになってから長距離、 like if going long rideYour ass, you know, getting really painful. So this is a little
stressed out, right? Long drives on bicycles? それ痛いよねって。で、痛くなって、それで何ですか、昴生さん。そう、そういう長い距離を乗ってる人は、お尻に塗る薬を持ち歩いてるんですよね。そうなんだ。By the way, 昴生さん、せっかくだから、たまには、You wanna try speaking English to リハビリ的な感じで。何つったらいいのか。ワセリン。ワセリン。そう、メディスンでいいんじゃない？メディスン。メディスン for, アース。アース。そうなるほど。The professional cyclist just like him, not like I mean that to guess, I guess from Canada, he had a, like the medicine to put on his ass. それで And then? それで、その彼は、ちゃんとこう、経験上、この薬が、自分に合うっていうのを調べて、すごい大事そうな薬を持ってたんですよ。なるほど。それはもちろん日本では買えないみたいな。買えないものを。うん、ですごい、これが本当にいいんだって、もう熱弁してくれて、お尻の薬について。お尻について。で、いいですよね、それ。で、散々その話をした挙句、出発の時にこれを忘れるんだよ。うん、He forgot the medicine. He left the guest house. なるほど。忘れたんだ。そう。で、届けようと思って追いかけたんだけど、うん。全然気づかなくてもずっと先まで行っちゃって。Oh my gosh. そう。で、連絡を取って、なんか、どこら辺にいるんだったら持ってくるって話したけど、なんかかなり先に行っちゃって。だから、その薬を置いといてくれれば、次の旅の時に戻ってくるからって言ってくれて。はいはいはい。それで、日本一周してまた戻ってくる予定だったんですよね。予定だった、はい。そしたら途中で、うん、四国を通り過ぎたあたりで、うん、カナダ政府から帰ってこいて、コロナ帰ってこいって、あ、コロナ、That's when COVID happened, so, okay, he had to come back to Canada. そして、うん、で、結局連絡くれて、取りに行けなくなっちゃったっていう。じゃあまだあるんですね、そのお尻の薬が。You still have it. まだ、うん、そう。だから、今度はどっちにするかって話してて、僕が届けに行くか。それもいいですね。そう、また取りに来るかっていうのを、なんか連絡取っているっていう。なるほどね。大事な薬なのに忘れんなって。うん、そうそう、お尻の薬でつながるっていう。で、大事な縁がね。ちなみに、休憩先生と、この歩いてますね。何？休憩先生って結構歩いてますね。歩くことが多いですね。うん。うん、そこで、自転車で、どうありますか？他の。自転車を使うこともありますよ。シェアサイクルとかがあるから。いや、そんなものじゃなくて、この街から他の街に行ったら、そんなところで自転車を使いますか？うんうん。他の街に行ったときに、When I went to the other city, I usually rent the share cycle. That's what I use. すごいですね。まあ、こんな感じですかね。逆にどうだろう。今日参加してくれた、あ、そう、昴生さん、今日こんな感じで聞きに来てくれた人もいますけど、なんか話したいこととか、逆にここにいる2人とかに聞いてみたいこととか、何かあったりした？うん、いや、めっちゃ本当はいっぱいあるんですけど。本当はたくさんいっぱいあるんだ。例えば。インドにいて、うん、なぜこんなに日本語がわかるようになるの？ Why you guys in? あれね、あれガッツさんもインドだよね。そう、インド、インドネシアだっけ？ガッツさんも。いや、インド。インド。Yeah. Why Indians like you guys can speak such fluent Japanese? So that he's really surprising about that. 多分それとアニメ先生のせいですよ。あ、せいじゃなくておかげでしょ。いやいや、これだってせいですよ。これだってせいですよ。
これってせいですよ。君のせいだよって。そうみたいな。あと、いやいや、本当は、じゃあ、前から喋れたじゃん。じゃあ、実はですね、アニメが大好きです。アニメが大好きだから、ね。なるほど。はい。アニメが好き。I love anime, so 私はアニメ、サブタイトル何見たい？字幕なくてアニメが見たいっていうもの。そう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 。それはい、これは私の夢です。うん、だからこそ私は日本語を覚えてたんだ、毎日。いいですよね、昴生さんね、このパッション。すごいですね。このファッションがすごいですね。めっちゃ頑張る。勇気先生燃えてる。燃えてる。いやだからこういう本当に本当上手だし、熱意がやっぱすごいの。その後教えてあげたくなるじゃないですか。確かに確かに。それはすごい。こういう子が日本だったらもっといろいろしてあげたいと思うしね。ああ、そう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 。だから、二人もね、静岡行ったらいいよ。多分、このおじさんが可愛がってくれるから、お兄さんが可愛がってくれるから。She does, he does everything he wants. Yeah, when you go into, yeah, とか、this お兄さん can everything he wants. だから、ぜひ静岡で待ってますって。はい。そんな感じかな。ね、ぜひ遊びに来てください。っていうところで、もう1時間以上やっちゃったから、一旦じゃ締めに入りましょうかね。はい。というわけで、今日のゲストは、日本お仕事図鑑第4弾。今日のゲストは、ゲストハウスオーナーの昴生さんでした。昴生さんどうも、ありがとうございました。昴生さんのインスタグラムはぜひフォローしてください。いろんな静岡の便利な情報があります。はい、ちょっと待ってください。どうぞどうぞ。Yeah, do that. You can go ahead. Yeah. For him for, you know, more information about his guest house. Also, that's local stuff about Shizuoka Prefecture. Check it out. So, yeah. Gatsu さん、サンバラさん、今日本当に、ね、場をつないでくれてありがとう。めっちゃ助かりました。You help me a lot. はい、ありがとうございます。じゃあね。じゃあ、終わりにします。じゃあ、ありがとうございます。はい。ありがとう。いいえ、こちらこそありがとうございました。